はいどうも、リーダー06メンドスコーラと名乗るものでございます。本日もね、DNA の振り返りの動画撮っていこうかなというのは思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。いやー、今日のゲームだったんですけどね、投打がね、噛み合ったね、ナイスゲームでしたね。やはりね、昨日もね、先発の平選手がきっちりとね、試合を作ってくれて、本日もね、先発の東選手がね、きっちりと、試合を作ってくれたんですけども、先発がね、やっぱり試合を作ってくれればこんなにね、楽にと言っては変なんですけども、もう勝てるのかっていうのがね、実感させられたようなね、数日の試合でしたね。本日の試合結果を申しますと、8対1ということでね、見事、中日に勝利いたしました。これでね、中日に2回勝ちましたので、最初のね、1試合目は雨で流れたんですけども、2連勝ということになりました。ということで、ね、いつも通り、打線や投手リレーなどの振り返り、その中で私が思ったことを適宜申していこうかなというのは思います。はい、それではやっていきましょう。今日の打線はこんな感じとなっております。そうですね、今日の打線はですね、昨日とね、変わらない、あまり昨日とはね、少し違いまして、6番、昨日はショート大和選手だったんですけども、今日はね、倉本選手をね、入れてきました。倉本選手は昇格してからね、再昇格してから初めての、スタメンということになりました。そして、セカンドにはね、昨日は石川選手を入れていたんですけども、柴田選手、キャッチャーは昨日ミレイ選手だったんですけども、伊藤選手ということになりました。それではね、1番の上里選手から順番に見ていきます。上里選手は4打数の2安打1打点を挙げました。相変わらず好調ですね。ツーベースも非常に多いです。で、宮崎選手も好調なんですけども、5打数の3安打と今日は猛打賞となる活躍でした。しかもね、打点も2打点を挙げました。やはりね、このままね、宮崎選手には3割にね、ぜひ乗っていただきたいですね。そして3番のソト選手は3打数の1安打、筒香選手は3打数の1安打で、なんといってもロペス選手ですよね。初回の宮崎選手、筒香選手、ビッグ4の、ね、3連打からの、初回の満塁ホームラン、これがね、もう非常に効きましたね。このね、その後も、うまいことね、効率よく得点することができましたし、今日はね、いい感じの試合でした。で、その後に、再昇格後初スタメンの倉本選手が4打数の1安打とね、1本ヒットを出ましたし、まあ、初回にもね、粘ってフォアボールというのがありましたので、やはりね、倉本選手の起用方法としましては、大和選手の休養日に出てくるっていうのが、まあ、主な起用方法になってくるというのは思いますので、やはりね、初球打ちがやっぱり倉本選手多いバッターなんですけども、こういうね、やはりネバネバしてからフォアボールというのがね、もう少し見たいですね。ぜひね、頑張ってほしいです。で、今日は伊藤選手が5打数の1安打で、柴田選手が4打数の3安打とね、今日は1打点を挙げまして猛打賞の大活躍でした。やはりね、少しね、柴田選手、左相手にはね、少しね、弱いかなっていうのはあるんですけども、右相手にはね、十分ね、やっぱり今年もやってくれてるかなというのは思います。対右ピッチャーのね、スタメン陣はぜひね、柴田選手セカンドでスタメンを張ってほしいです。で、東選手が1打数の0安打ということになりました。今日はそうですね、昨日ね、やはり下位打線がね、少しね、残念というか、しんどいんじゃないかっていうのは言っていたんですけども、今日はね、下位打線がね、うまいこと、下位打線もうまいこと機能しましたし、非常にね、いい打線になってきたかなというのは感じました。柴田選手もね、このままね、好調を続けてほしいですね。はい、次はね、代打の方を見ていきましょう。代打は、代打守備交代などはこんな感じとなっております。今日は代打に、東選手を代打に、桑原選手が出てきまして、2打数の0安打。三島選手の代打に音坂選手が出てきまして1打数の1安打。守備交代は外選手の代わりに佐野選手がライトに入って1打数の0安打。その後に佐野選手の代わりにライトに音坂選手が入って1打数の1安打。筒香選手の代わりにレフトに桑原選手が入って2打数の0安打。レフトでね、ファインプレーも桑原選手にはありました。少しね、守備交代の場面でもね、少し、桑原選手は外野をたらい回しにされているなという印象はあります。やはりね、しかもね、2打席連続三振ということに桑原選手終わったんですけども、やっぱりね、スタメンがね、やっぱり外野は埋まっていますので、桑原選手ね、なかなかスタメンで出せないという現状にありますので、2軍にね、落として少し調整してありたいっていうのもあるんですけども、やはりね、右の代打がいないんですよね。やっぱりね、大和選手がスタメンに
で出ているとなると、右の代打はね、桑原選手を抜いたら、まあ、キャッチャーの峰井選手しか右の代打がいないという状況にありますので、やはりね、右の代打がいないと厳しいので、桑原選手にはね、やはり頑張ってほしいですし、2軍に落としづらいという状況にあるんですけども、少しね、やっぱり上がってきてもらいたいですね、代打としても。やはりね、2軍でも、楠本選手はね、梶谷選手、細川選手などが頑張っていますので、細川選手もね、交流戦で右の、まあ、DH や代打などで上がってくるんですかね。少しね、やはりね、桑原選手には頑張ってほしいかなというのは思っております。はい、次はね、投手リレーの方を見ていきたいなと思います。今日はね、こんな感じとなっております。先発のね、東選手が7回を1失点にまとめてくれました。球数もね、98球だったので、まあね、8回のマウンドも行くんじゃないかなというのは思ったんですけども、やはりね、まだ怪我の影響的なものを考慮して、早い段階でされたんですかね。奪三振もね、10奪三振ありまして、まあね、まだ去年のね、いい時の、東選手には、まだまだね、戻ってないかなというのは思うんですけども、まあ徐々にね、徐々にね、登板を、待つごとに良くなってきているかなというのは感じます。で、その後に2番手にね、三島選手が投げました。1回を無失点。その後に石田選手が投げて、1回を無失点に抑えました。まあ思ったんですけども、まあね、点差が7点差、6点差ありましたので、やはりね、2番手、3番手になれるピッチャーは、やはりもう国吉選手はね、藤岡選手などでもね、良かったんじゃないかなっていうのは思いました。三島選手やね、石田選手も、今日投げて2連投でしたので、やはりね、そこを考慮しても、点差が空いていましたので、藤岡選手やね、砂田選手、国吉選手などの、昨日投げていないピッチャーを投げさせても良かったんじゃないかなっていうのは僕は感じました。皆さんのね、意見を教えてくれたら、幸いでございます。はい、今日の動画はね、ここで終わっていこうかなというのは思います。今日はね、ナイスゲームでした。明日からはね、ハマスタに戻りまして、今ね、非常に苦しんでいる、ヤクルトとの3連戦となっておりますので、ぜひね、勝ってね、3立てして、その後ね、交流戦になりますので、弾みをつけたままね、5連勝でね、交流戦に臨みたいですね。まだね、この動画を撮っている段階ではね、ヤクルトはまだ試合は終わっていないので、まあ、5位浮上とはまだ言えないんですけども、ね、動画が上がった段階ではヤクルトの試合終わっているかなというのは思いますので、5位、ね、浮上、ね、できたらいいですね。はい、こんな感じで終わっていこうかなというのは思います。ここまで、ね、ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、Twitter のフォロー、高評価、コメントをよろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、よければ、ね、また見に来てください。はい、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。